皆さんこんにちは、久保田ミュージック代表の久保田です。第1回目では、体の中にあって、見えない声帯を感じるコツを、第2回目はなぜ裏声の練習が必要ないのかを説明させていただきました。ミックスボイスを出すためには正しい順序で正しい練習を行うことが一番大切です。まだ1回目、2回目の動画をご覧になっていない方は必ずそちらをご覧くださいね。第3回目は。それではミックスボイスで歌うためのスケール練習の説明をしていきたいと思います。これからも、いくつかね、スケール練習を、説明していきたいと思うんですが、今回は、ベーシックな、1オクターブのスケールを使った練習のやり方を説明していきます。このスケール練習の目的は、ハミングをしている時の声帯の閉鎖を高めることと、簡単な発音の言葉を使ってミックスボイスで発声できるようになることです。ハミングができていても声帯を閉じる力が弱くて息漏れをしてしまうと、輪郭のはっきりとした、美しいミックスボイスを出すことはできません。最初に声帯がうまく閉じてないハミングと、声帯がうまく閉じているハミングをやってみます。いかがでしょうか。違いが聞き取れましたか。なかなかですね、その動画の録音では伝わりにくいかもしれませんが、良くない例ではですね、息漏れのような音が、混じっていたと思います。反対に良い例では、クリアで音の輪郭がはっきりしていたと思います。このスケール練習ではま、み、む、め、もの、ま行だけを使ってやっていきたいと思います。ま行を使うのには、きちんとした理由があります。ミックスボイスと、声帯の形が一番近いハミングから2種類の音を使って説明していきます。んからあで発声するパターンと、んからまで発声するパターンの、2種類をやっていきますので、皆さんも一緒にやってみてくださいね。んーあーまーいかがでしたか。んーからあに比べて、んーからまの方が、スムーズに発声できたと思います。どうしてかというと、ま行はですね、口を一旦閉じてからでないと発音できないからです。ま、み、む、め、も、つまりハミングで声帯が閉じている状態からスムーズにミックスボイスを発声していくためには、んからまという音は大変適しているということがわかると思います。反対にあは口を開いたままで発声できるので、ハミングした時と口の形の違いが大きくなるので、んからまに比べてスムーズに発声しにくくなります。よくわからないという方は動画を一旦止めて何回か試してみてくださいね。発声練習に移る前にいくつか注意点があります。一つ目はですね、息を吸う時にこう口から吸うのではなくて鼻から吸ってくださいという形で、鼻から吸って、口から吐くようにしてくださいね。2つ目はですね、高い音になっても、決してシャウトしたり、音量を上げたりしないでください。大切な喉を痛めてしまいますので、あまり無理をしないで、高いなと思ったら、伴奏をやり過ごしてください。しばらくしたら、また低い音に戻ってきますので、そこからまた、発声を続けてくださいね。この映像は、音の高さが字幕で出るようになっていますので、自分が今、どこの高さまで声が出せるか、
すぐに分かるようになっています。毎日練習をしていると、昨日はこの高さが出たけど今日はなんかこの高さ出にくいなとかね、そういう感じで、その日の声の調子も、確認することができます。また自分の声域の一番高い音を正確に把握することができるので、お好きな歌で、高くて歌えないなって思ってる曲の、音の高さを調べればですね、あとどれだけ声域が足りないかは分かるようになっていますので、毎日の練習のためにいろいろと活用していただけたらと思います。それでは実際に発声練習をやっていきたいと思います。ma ma 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 maMa ma 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 maMa ma 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 maMa ma 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 maMa ma 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 maMa ma 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 maいかがでしたか？マ行を使った発声練習のやり方を説明させていただきました。
この動画はですね、いろいろと説明がついていて、どうしても長くなってしまっているので、皆さんがですね、毎日練習するのには向いてないと思います。ですから、実際にご自分で毎日練習していただけるように、男性用と、女性用の練習音源を、別にですね、作ってありますので、この動画で、僕の説明している発声を、うまくできるようになった方は、そちらの動画で、ま、み、む、め、も、すべての母音を使って練習してみてくださいね。動画のリンクは、説明欄にも貼っておきますね。これからもさらにミックスボイスで歌うための練習方法を丁寧に説明していきますので、また次のレッスンで皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。それではまた。